もうログインしてるフレンドがほとんどいないフレン、クラウドです。まあ、こっそりね、そう、フレンドコミュね、フレリスでやってたんですよね。で、今日がその日でありまして、まあ、かろうじて7人集まりました。よう、皆さん、フレリスなり、ツイッターなり見てくれてたなと思いました。ありがとうございます。一人だけ、なんだろうな、交流戦とかの名前にしてる人がいて、誰か理解できなかったんですけど、それ以外の人らは、まあ、配信とか、まあ、ツイッターとかいろいろ見てくれてる人らだから、まあ、現役でもやってる人らっていうのはわかるんですが、まあ、悲しいことに、他の、全く触ってないようなフレンドはね、来ませんでしたね。まあ、これをもしかしたら、見てるかもしれんからね、それに期待して、また次回を期待したいっていうところではありますけど、まあ、そりゃもう 3DS 触らんかったら見れんしね。Twitter も、俺フォローしてあげてないからね。Twitter 逃げてるから。ああ、3だか。内3だな、これは。いやー、内3なのか。うほー！中途半端な、最下位取っちゃう。僕最下位取っちゃう。いや、これ決めたら最下位じゃない。よしよしよし。まあ、このようにフレンドの皆さんは強いんでね。じゃあ、次のレース行きましょうか。いや、70人近くいるんですけどね。まあでもその中でマリカセブンやってた人はどうだろう、50、40くらいかな、そんくらいだと思いますけどね。じゃあ他の人らは何してたんだって言われたら、でも言うてみんなマリカは一応はしてたかな。まあ、マリカでフレンドを増やしたっちゃ増やしたからな。まあモンハンもちょっとはいるけどね。もう最近モンハン全然触ってないですけどね。まあ、こうやって動画を上げていくことで、もしかしたらね、そう、久しぶりにマリカセブンやりたくなったって言って来てくれるかもしんないからね。まあ、ちょっとずつなんかフレンドコミュやっていきたいなとは思ってるんですけど、やるんすかね、俺。はい、初心者。ちなみにカウスト社は、3人かな？ 3 人ですね。俺合わせたら4人かなと思います。ああ、でも、その、あと1人の人が誰かいまいち分かってないんで、なんでキラー俺、ショートカットしたんだろうね。いや、中途半端。いつもの、よしよし、取れた取れた、ナイス。やーう！いや、早すぎて話にならんんだけど 俺ら、マジで話にならないんだけど、やばくね？まあ、これサンダー使うよな。しかも、昨日一かよ。使わねえんだね、しかも。じゃあ、まあ、そっかな、使われるのは。まあ、仕方ないよ、これは。それなら、落ちん方がいい。ああ、ダメだ。惜しいな。俺がスターだったら、使えてたな。6位だったらちょっと順位的に厳しかったところはあるね。5位でも出るんだけどな、7位だったら。7人か。7人だったらね。前が早すぎるな。まあ、結構実力出るところだからな。モンスターも意味ないからな。この水中はゲストがイカスミ拍手しても面白いよね。なんでこんなん作ったか今言っちゃわからんけど。俺食らうとこだった。いやー、さっきそれしてほしかったなー。3だ。はい、2人とも回避と。前が強すぎたな。前が強すぎた。やばいやばい、俺最下位になっちゃう。そう、俺最近ちゃんと実況してなかったんで、
まあ、割りかセブンやってる際、俺がどんな立ち回りを考えてるか、まあ、それを口にしていきたいなと思っております。そう、フレ戦でね。ただフレンドが強すぎて俺が前張れないっていうところは あるんで、ちょっとそこは許してほしいかなと思います。はい、これスターで、ちょっと止まってね、緑コーラをちょっとね除去しに来る人もいるんですけど、シンプルに緑コーラ当てに行ったな。危ねえ危ねえ危ねえ、よかった、当たらなかった。じゃあ、俺がこのスナイプをしてやる。惜しいなぁ、今の。逆に、バックスナイプ決められそうだったね、今のは。またね、俺はちょっと動画映えを狙うために、狙うからな。今、ハエが、うまいな。ハエ、今、ハエがうまいなってなったやっけ。ハエがなんか、最近家に湧くようになってきたから、またコバエホイホイをやらないあかんなって思った時に、緑コーラのすげえうまいスナイプされたから、ハエうまいなって言ったじゃないですか。ハエは美味しくないです。むしろ排除してください。ハエだけにね。また実況しなくなったじゃん俺もう。はい、というわけで実況もう脱線したから、もう脱線していいですか自分。あーごめんね、これはかわいそうだな。あー、なんで俺ここで使ったんだろうね。もう今のさ、今のトークでもう本当に全部失った。全てが台無しになった。裏ちょうだい、裏ちょうだい。何めっちゃラグかったよ今。どうした君。サンダー来るからこれ使っちゃおう。そのボンヘン当てられたくないけど、なんとか。 ありがとう、俺の代わりにボンヘンってくれて。いや強すぎるな、やっぱね。俺じゃない乾燥者勢はね、あのね、前走るのがバカ早いんだよね。あ、これ多分キンキンの多分大丈夫です。ちょうどアイテム欄で消えますね。ギリギリ消えるはず。オッケーオッケー。ギリギリでもなかったけど、あはは、意味なかった。消えたの全く意味がなかった。また5位かよ。おい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 。ハエはうまくありません。おいおい、これ最下位勢もう分かりきってんじゃん。俺ら5、6、7もう絶対ここら辺しか無理だろ。1から4は確定だろうけど、さあなんだかんだラストレース、やっぱフレンドとやったらね安心感があるからね。そう、どっかのクソゲーの妨害中やチートは絶対いないからさ、安心感はすごい。だからやってて楽しいわ。というかのんびりね、できるっていうのは、まあ 3DS とかなんかこういうハードあるじゃん。俺こういう手で、なんだろうな、画面を直で見てる、触り、なんて言ったらいいの、まあとりあえず 3DS っていう機体が好きなんですよね。スマホとかね。まあスマホゲーはあんま好きじゃないけど。まあ裏に投げてやるよ。慈悲の心を与えてあげよう。俺ら最下位組頑張るぞ。誰か絶対1位取れよ。5、6、7位最下位取ってるから、あー、当たりに来ないでー。仲良くしよう。あー、危ない。絶対1位取れよ。マジで前が早すぎるんだよな。で、俺また実況してないよな。もういいや。実況放棄しました。何のための実況かよくわかりませんが、俺のただの雑談を言う、動画となっておりますけど、まあ、いつもそんな感じなんで許してほしいですね。はい。サンダーが来ないかなと期待しつつ、使っておきましょう。トゲ早いな、来るのが。すまんな。誰に当たる？これ。あ、でも今のトゲのおかげでちょっと差が開いてくれたかな。ありがたい、これは。木野さん使ったか。まあもう2回来たからっていう判断なんでしょうね。危ね、よう避けたな俺今。さすが運転技術だけはある。ペーパードライバーだけど、これはキノコは使わない。あそこでショートカット押した方が絶対に使える。これは入り方がばったけどセーフセーフセーフ。あ、今のタックルいいよ、今のタックル素晴らしい。危ねえ危ねえ。これ裏にさやったら食らわねえか。ででででででで、あー、危ない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 。バナナをなすりつけるな。バナナなすりつけられた。うわー、それのせいで再開取っちゃう僕。僕再開取っちゃいます。
再開取っちゃいます。再開だけは絶対に許さない。それだけは許さない。俺は赤コーラで、待って、再開取っちゃ、いいところなんもなかったじゃん。ただ単にフレンドが早いっていう。よく生きてた。よく生きてた。誰か抜かせ、頑張れ頑張れ、キラーキラーなら頑張れる。無理でした。はいはい、俺雑魚。1から4と5から7で分かれてましたね。俺たちもっとマリカ7やらなあかんね。